それをオンにします。うぅー、あー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 あということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、アップデートが来てね、しばらく経ちますけども、まだ知らないことあるんじゃないかと。皆さん本当に全部把握しきれてますかということでですね、今回は皆さんが知らないであろうアップデート後の秘密、こちらをね、いくつか用意してきたので、そちらを皆さんに全て紹介していきたいと思います。一つでもね、知らないことがあったら、ぜひともチャンネル登録で教えてください。夏休みも佳境、8月中、チャンネル登録者3万人目指しております。皆さんのね、1登録が非常に大きな力となりますので、まだの方はチャンネル登録、高評価、そして、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR も合わせてよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。本日はサンドボックスモードからお送りしていくんですけども、あーかわいいね、死ねうおまあそんなことはいいんですよ。はい、ということでやってまいりました。やっぱりね、アップデートがあって大体まとめたものもあると思うんですけど、やっぱまだ知らないことも多いということで、まずはね、本日やっていくことこちらでございます。家具のところにある水道設備にあったこのシャワーね、ビーチ風の青いシャワー、これはね昔からあったんだけど、ビーチサイド大通りバンドルかな、これはこれ使えなかったんだよね。シャワーとか風呂とかもさ、なんか風呂は使えてたんだけど、こっちはちょっとアニメーションが変化しておりまして、こっちがねすごいことになってるということで使っていきましょう。あ、ちなみに一応手も洗えるからね、先手やるか、ちゃんと使います。こちら、はい、お手手洗って可愛いですね。まあこれはいいですよ、こっちですよね問題は。いきます、ウェーイ。ということで見てください、なんとシャワーがちゃんと浴びれるようになりました。暑いとこれは、はい、こんな感じでね、めっちゃ可愛いでしょこれ。どこ洗ってんだお前、グラサンベチャベチャやでお前。ということで、まず一つ目の秘密はシャワーがねちゃんと機能するようになりました。ちょっとね俺の背丈が高すぎてシャワー貫通しちゃってるから、情緒もクソもないんだけど、みんなのねお気に入りスキンはちゃんとシャワーを浴びれるんでしょうか。やってみてください。これを機にね、なんかお風呂屋さんとかさ、銭湯とか作るのもいいかもしんないね。なんかみんなの作品作ったらね、 X の方でハッシュタグアフロ先輩見てくれ頼むでお待ちしておりますので、ご応募してみてください。ちなみにちょっとしばらく待ってるとこけるんだよね。こけるモーションがあるんだけど、おこけろ、ほら、ほらこけた。かわいすぎる。はい、ということでシャワーでございました。はい、ということでじゃあ続いてやっていきましょうか。ちょっとなんかまだ寝れないっぽいから、寝れるわ、おやすみなさい。おはようございます。ということでやってまいりました。続いてがですね、起動済みバルーンありますよね。こうオンにしたら出てきちゃうこの風船があると思うんですけども、こちらを使ってね、前回農場を作ったと思うんですよ。その原理と一緒なんですけど、こいつって物壊せるんですよね。ブルドーザーも作ったと思うんですけど、それと一緒で、例えばこの金属の箱ね、これ置いとくじゃないですか。そしてこれをオンにします。ぶっ壊れます。こいつってめちゃめちゃ強力なんですよね。そんな中これを置いたらどうなるんだということですよね。これを皆さんにお教えしていきたいと思います。いきますよ。普段なら投げますよね、このダイナマイトの入った樽を。それをオンにします。うーということで、なんと大砲が作れちゃうんですね、これなんと。だからもうめっちゃコードガーって並べて、これでこうやってやったら、やばいでしょ、これ。大砲作れちゃうんですよ。これはやばいでしょ。これもう、インスピレーション広がっちゃうんじゃない、これ。やばいでしょ、これもう。マジで最強の大砲とかね、戦艦とか、いろいろ作れそうですね。皆さんぜひやってみてください。これ楽しい。ちょっとね、これ、コツがあって、マジでギチギチじゃないとダメ。マジでこうやって隣り合ってるやつは、飛んでくんだけど、一個でもずれてるとダメ。これはもう危ないからあっちに投げるしかないね。さよなら。という感じでございます。ぜひとも皆さんこれ使ってね、とんでもない発明してみてください。そうして続いてなんですけれども、このね、感圧板ってあるじゃないですか。感圧板ってね、踏むとこういう風に反応すると思うんですけど、じゃあこのアイテムとかだったら踏めるのかなということで一回落としてみますね。アイテムではですね、全然反応してくれないと。やっぱある程度の重さがないとダメなんですよね。はい、銃を置いてみて、はい、ダメですよと。そう、アイテムじゃダメなんですけど、モブであればですね、ちゃんと重さがあるという判定になって、しっかりとこういう風にね、オンにすることができます。これを利用して、いろいろ今からね、発明品を作っていきたいと思います。まずみんなにおすすめしたいのは、例えばね、友達とやってる時とかでもいいんだけど、おーいってこう、待ち合わせて、あーいってこういうことね、これでもう降りれなくなるというわけですよ。で、降りたら死ぬっていうね、まあそういうことがあるわけですよ。で、これを敵にも使おうぜということって、まあ今のはね、風船が膨らむタイプなんですけど、そうじゃなくて、このカージャッキとかの上に、ダイナミック基礎置いといて、そしてスラスターなんかをね、こう下につけるわけですよ。こういう風に4つぐらいね、つけちゃったりして、そうしてこうやってやるとですね、見えないんですよね、もう何も。何が起こってるか分かんないと。まあ、そんな状況で、例えば動物たちをね、動物たちでもまあ敵でもいいんですけど、じゃあこういう敵にしましょうか。じゃあ狼さんがいまして、はい、狼さん来ましたよと。はい、こんな感じで、今連れ去り失敗したんですけど、やることができますよと。こちらよ。あー
ということができるわけですね。もう遥か彼方に飛んでいってしまいましたけども、うまく使うことができればなんと落下ダメージで敵を倒すということもできるわけですね。モブでも踏めるっていうことを活かして、ぜひともこのトラップやってみてください。そしたら続いてですね、皆さん動物を捕まえたいと思ったことありませんか？なんか動物って捕まえられませんよね。動物の小屋とかじゃなくて、これじゃなくて普通に野生の動物捕まえようぜというところで、そちらのね作り方を紹介していきたいと思います。まずこんな風にね基礎を置いていただいて、あと柵ですよね。まあ何か適当な柵を置いてもらって、で置いたら真ん中におもちゃのとこから感圧板をねこう置くわけですよ。そしたらこのちっちゃい風船ですね、これをこの辺に置いておきます。そして餌をねこう中に投げ入れるんですよ。こうやって置いておきます。そうすると僕動物の訳しますね。こうやってきて、わーってこう入ったら、あー、はい、こんにちは。こうやって出れなくなるわけですね。もう出れないんですよこれ、動物さんは。まあ、特にこれ鶏用の檻なんですけども、実際にやってみましょうか。じゃあで鶏さんがいます。で動物の餌を投げます。さあやってまいりました。何してんの、どこでどうなってんだよ、なんでなんでなんで。はい、来ました。そしてこいつはもう一生ここから出ることができないというわけですね。これで動物を無事捕まえることができました。でこれだと鶏専用なんですよね。ということで続いて、じゃあ鶏さんより大きい動物、これ入れていきましょうと。やっていくのがこちらでございます。まあ何でもいいんだけどね、正直。こう4つ並べていただいて、でまあ何でもいいので柵を使います。柵を置いて、そしたらですね感圧板を置くわけですけども、まあこんな感じで内部に置いておきましょう。そしたらですね、ちょっとバリアフリーというか入りやすいように、バリアフリーとは程遠いんですけど、階段を作るので、まあ階段をねこう適当に置いといていただいて、段差をちょっとつけてあげますと、これによって動物たちは登りやすいですよと。でこうしたらですね、入り口にバルーンをこう置くわけですね。じゃあ早速やってみましょうか。動物の餌を投げるでしょ、ここに投げておいて、で大きいね動物さん、例えば豚なんかね派遣するわけですよ。行けと、行けお前、はい、こんな感じでございます。あいつは囚われの身なわけですね。嬉しそうだけどもう出れないんですよ。なんで、危ない、それは違う、あぶねー、あ俺も挟まった、イエーイ、捕まりましたね。はい、こんな感じでございます。もう出れません、お疲れ様でした。という感じで特に需要はないんですけど、例えばねこれが豚じゃなくて敵だった場合ね、どうなりますかというわけですよ。さっきのトラップでも敵飛ばしたけど、そのノリで敵だったらねめっちゃいいと思うんですよ。例えばなんだろう、クマとか、あはい、ということで以上、動物用のトラップと空中に浮かせる用のトラップでございました。この最後の2つはまあお遊び程度にね見ておいてくれればいいかなと思います。実際ねモンスターを飛ばすとか、その落下ダメージで倒すっていうのはまあ友達にいたずらとしても使えるし、実際にもまあ使えると思うんで、戦闘が苦手な方とかはねじゃあ使ってみてもいいんじゃないでしょうか。でなんといってもこのこちらですね、ダイナマイト発射機、これはね結構おすすめなので、みんなにもやってほしいなと。楽しい普通に、はい、ポン、これ最高です。ということで今回ですね、アップデート後に意外と知られていないんじゃないかということをまとめて皆さんにお伝えしていきました。いやどうでしたか、一つでも知らないものがあったら嬉しいなと思います。ということで今回のこの動画、いいな、面白いな、参考になった、そんな裏技があったなんてって思った方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。